今夜は金曜日ですけど、有明ストリートに来てみたらこんなことになってました。金曜日ってだいたい静かですけどね、金がどんだけ回ってるかよね。いやー、びっくりしたわ。3年来なかった間には、3年か、もうめっちゃ大変なことになってますね。金曜日って休みじゃないの？シャバットとかなんか言って、みんなでほら家族 一同楽しく集って、いや、お友達とみんな集まって楽しく語りましょうみたいな、踊りましょうみたいな、踊りましょうおかしいけど、一族集まってですね、ご飯を食べる日ではないんですね、一日。ここ前は洋服屋だったんですよね。この洋服屋とか、スーパーマーケットになりますよ。スーパーマーケットっていうよりはコンビニエンスって感じですよね。なんかわからんな。で、大きいバスも小さいバスも値段が一緒なんですよね。あら、あらららら。この間乗りましたよ、6シェッケル。タクシーも、タクシーというか黄色いタクシー、これ白いタクシーも6シェッケルで、バスも6シェッケルと同じ値段だそうです。なんだかなる、なんだかなる。で、こんなのタクシー乗ったんですよ、昨日。ちょっと市内まで荷物多いからですね。で、あんたは荷物が多いから50シェッケルねとか、それで40シェッケルが普通だよみたいな言われたんですね。で、相方に聞いたんですよ、それってさ、本当にそれなんて聞いたら、いや、だいたい30シェッケルって言われた。だから、そして30シェッケルだけって言ったら、ダメって言ったらもういらないって言って、で、次探すって言ってましたもんね。で、私それをやったんですよ。で、30シェッケル見つかりましたね。すっきりした。で、レシートくれって言ったら、レシートないって言うんですよね。50シェッケル、40シェッケルを要求する人って、もうさ、どういう根性してる声が裏返りました、すいません。どういう根性してるんでしょうかね。結局、そういうことをする生き方っていうと、また人生なくすんですよね。なんだかなよね、なんだかなって多いね、やっぱり。しかしよ、回しまくってる私って何でしょうかね。出てきてよかったわ。今日は街でいろんなものをいただくんですけどね。これは6席。大きいバスも小さいバスも同じで、ユダヤ教の人も運転してました。昔はアラブミニバスとかアラブタクシーとか言ってたんですよね。変わりましたね。その前はロシア系が多かったですよね。ユダヤ系をやってます。結局値段が同じだから。そうなんですよ。ねえ、ミックススタイルっていうか、入り乱れてますね。入り乱れっていうか、まあ、なんか、フラットになったと言いたい。私はそう思います。
まあ、いい世の中ですよ。今ね、あのテーマパークとか、あの、なんていうの、なんか言いにくいな。テリトリーっていうの、縄張りっていうのが今まであったんですけど、もう縄張りはなくなりましたね、テリトリーとか。早くみんなでね、楽しく、ね、生きていきましょうね、好きなことして。早く情報を得たやつが時代に先駆けて動くやつが、巨額な利を得るってやつね。なんか来た、なんか来た。これ何ですかね、それ何、なんかそれ音だけすごいって。それだけすごそうな、それ何ですか、それ。やたら美味しい。来た。やたらなんか、なかなか、ね、時間がね、取れないから、これはいいチャンスじゃないですか。こっち、アリアストリートです。雰囲気として日本で言えば大晦日みたいな。羽が回るとこはみんなこんな感じなんですよね。おし。あらら。